everyone. I'm Nori. 今回は生徒さんのリクエストにお答えして Travel English 旅行者のための英会話を実践的な内容でお届けいたします。今回の舞台は東京西荻窪にある天狗湯さんです。 And the challengers are Mr. Sawa and Ms. Nishimura. 前編フロントにて。 OK, let's get started. 皆さんも一緒に楽しんでくださいね。じゃあ始めていきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあですね、まず最初、はい、はい、最初ホテルチェックインをするときに、うんうんうん、ちょっと早めに行っちゃったとですね。ね、よくあるじゃないですか、早めに行っちゃうことって、はい、で早めに行っちゃったときってどうしたいですか。荷物を預けたい、うん、そうですよ ねなので荷物を早く行った時って荷物を預けたいので、じゃあまあ荷物を預け、られますかっていうふうに聞いてみたいところですよね、はい、なのでまず最初にチェックインしたいんですって一応聞いてみましょう。でそうするとまだちょっと早いですと言われてしまうので、うん、荷物を預かってくださいと、うん、できるだけ時間は具体的な方がいいので、まあ、何時まで預かっていただけますかっていうふうに言った方が分かりやすいと思います。もちろん、何時間ぐらいで戻ると思いますっていう言い方もあるんですけど、うん、うん、でも今回は、何時までで、何時まで荷物を預かっていただけますかっていうふうに、時間を、指定してみましょう、うん、何時に戻りましょうか、はい、そしたらぐるっと回って、うん、6時6時にしましょうか、はい、そうですね、はい、じゃあここちょっとメモ後で、ね、書いてね、6時にしましょう。6時まで荷物預かっていただけますかっていうふうにしましょうね、はい、でそうしますとフロントで預かるんではないので、まあ、ベルパーソンっていう、まあ、昔ねベルボーイとかって言いましたよね、うん、でも最近、うん、ポリティカリーコレクトっていう言い方するんですけど、まあ、その性別とかあんまりね明確にしないようにしようということで、例えばチェアマンだったらチェアパーソンになったりとか、あのポリスなんじゃなくてなんて言います、ポリス、じゃあポリスパーソンじゃない、ね、言いたいとこなんですよ ね、そのままの法則的に言えばね、うん、でもポリスオフィサー、オフィサー、うん、オフィサー、そうそうそう、でベルパーソンに、まあ、言ってくださいみたいなことで、指示がありますので、あ、分かりましたというところで、でついでに、まあ、部屋でインターネット使えますかみたいなことを聞いておきましょうか、 Wi-Fi が使えるかとか、でそれに対しての応答がありますので、それを聞いて、まあ、ありがとうっていう、そこまでの一つの一連の流れをやっていきましょう、はい、はい、じゃあまず私が最初に、レセプショニスト、その、フロントデスクの人になりますので、はいはい、じゃあどちらチャレンジしますか、はい、はい、じゃあさっそくで、まあ、ニックネーム決めちゃいます？うん。なんか、なんてお呼びしたらいいですか？いつも日本だったらせいちゃんだけど。せいちゃん。せいちゃんだけど。じゃあ、どうしますせい。Call me せいれん。OK。せいれん。OK、せい。So, so you go first ね。最初にチェックインしたいのですが、はい、という言い方を、練習してみましょう。そうすると、まあ普通にチェックインしたいんですけどってなんて言ったらいいかなって思われます。あ、うん、まあ簡単だったら、うん、I want to check in。 あ、うん、OK、 very good、 いいですね、うん、I want to check in でももちろんいいです、うん、で少し丁寧な言い方、うん、want to よりも丁寧なのが、うん、would like to、 would like to、 はい、うん、I would like to、 でもそれだとちょっとまだなんていうかな、言いづらいので、うん、そこ省略して I'd like to、うん、I'd like to check in please、というふうに、まあ、please をつけるとなお丁寧ですけど、うん、I'd like to check in だけでもいいです、うん、はい、どちらでも言いやすい方で表現してください、はい、で、お名前をまあ言ってみましょうか、うん、そしたら、まあ、ホテルの人がそれに対応します、まあ、今準備がまだできてない状態なので、うん、今準備中ですというふうに、うん、答えます。で、うん、We're sorry, the room isn't ready yet、 まだ準備ができてないです、うん、で、そしたらじゃあ、say の方で、うん、じゃあそうですねと、じゃあ6時まで荷物を預かってくださいというふうに言ってみたいんですけど、うん、はい、どのように言ったらいいですかね。あ、そうですね、何時に戻る、6時に戻るので荷物を預け、うんうん、まあここに先生がね、うん、書いてくれた例文だと、うん、Oh, I see、うん、Then
Would you keep my baggage until around 6 o'clock p.m.? ああ、OK! Very good! とってもいいです。うん、で、このオクロックがくせもので、うん、オクロックって確かにぴったりを指すんですけど、うん、6pm でいいです。うん、ああ、そうなんだ、うん。で、オクロックって確かにちょうどを指すときに言うんですけど、うんうんうん、そんなにそんなに多用されないですね。うんうん、6時に戻りますだったら、I'll be back at around 6でもいいです、うん、いいですね、素晴らしい。じゃあそういった形で、預かってもらいますね、はい、でもちろんですと、うん、ベルパーソンに言ってくださいという案内があります、うんね、はいはい、なので、Please ask the bell person right over there、うん、でこの right ってついてるのはちょっと強調しています。もうすぐすぐっていう感じ、うん、はい、over there だとそこですけど、うん、right over there ちょっともうすぐそこっていう強調語ですね、 right はね、はい、はい、でそしたら、まあ、ありがとうというふうに言っていただいて、はい、でそういえばあのインターネットってそうですね、使えますか、で前に私の動画の中でそういえばっていうフレーズがね、あの実は出てたんですけど、それがね、うん、いいえところでとかそういえばとかっていう時ってバイドウェイもいいですよ、バイドウェイでもいいです、バイドウェイっていう感じでもいいです、うん、はい、もう話を完全に切り替える感じですね、バイドウェイで、Speaking of which っていうフレーズも実は、はい、これはまあまあ便利なので、また動画を見ておいていただけたらと思うんですけど、Speaking of which。はい。はい。ですね。Speaking of which。もちろん、by the way でも代用できるので、言いやすい方でいいですよ。by the way って言っていただいても構いません。この場合の文脈であれば。はい。で、シンプルにインターネット使えますかなので、はい。Can I use?The internet in my room? Very good. Can I use the internet in my room? そうですね。インターネットの場合は the ってつけます。通常、the internet in my room。はい、素晴らしい。で、yes! というふうに、あの、レセプショニストが、We have free Wi-Fi in all guest rooms and the lobby area。ロビーと、まあね、すべての、あのお部屋で使います。あ、それはよかったっていう感じで、That's good to hear. Ah, that's good to hear. でもいいですし、Oh, great でもいいし、もうあのこのあたりはお任せします。その時の感じでね、はい、雰囲気でね、やっていただいていいです。はい。OK。さあ、りんちゃんが爆睡してなかったじゃない。さっきも完全に寝てます。OK、じゃあちょっとやってみましょうか。はい。はい。いきます。じゃあまず最初にチェックインしたいのですが、はい、ここから、はい、ガラ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 。いいですね。I'd like to check in, please. My name is Seiji Sawa. Very good. Welcome to our hotel, Mr. Sawa. We're sorry, the room isn't ready yet. Oh, I see. Then, would you keep my baggage until around 6 p.m.? Certainly. Please ask the bell person right over there. Oh, thank you. Speaking of which, can I use the internet in my room? Yes, we have free Wi-Fi in all guest rooms and the lobby area. Oh, that's good here. Thank you. Good, great, very good. Very smooth. Wonderful. 素晴らしい。いや、素晴らしかったですよ。とっても良かったですね。でもなんか本当にあのすごく自然で、あのなんかこうスクリプトどうのじゃなくて、なんかご自身の中から出てるっていう感じが、あれガラガラガラから良かったと思う。それをやんないと。いや素晴らしいですね。そのなんかちゃんとシチュエーションを作っていただいたので、すごく良かったと思います。はい。じゃあ戻ってきましたと、うん、チェックインができるタイミングになりましたので戻ってきましたと、はい、でホテルの人ですからちゃんとお名前を覚えていて、お顔とお名前を覚えていて戻ってこられたので、もうあミスターシャワーという形で対応します。だからあえてそのチェックインの時にこちらからお名前はっていう聞き方をあのしない、ように
しているんですけど、ただパスポートとかその予約情報みたいなものを見せてくださいっていうふうに、ん、あのこちらの方からお伺いするようにします、うん、はい、じゃあやってみましょうか、練習まずいきましょうか、はい、じゃあもう6時になったはい、なったという体で、はい、はい、Can I check in now? Certainly, Mr. Sawa. Yes. We've been expecting you. Thank you. さあ、この expecting、うん、expect というのは期待するとかいう意味があるんですけど、うん、こういう場合はもうあのお待ち申し上げておりましたという。うん、はい。質問がちょっとあんまり本当、あんまり聞いたことないっていうか、はい、うんうん。意外とでもね、こういった場合では使われますね。で、ここでもう手続きに入ります。うん、はい。ホテルの人としては、うん、Mr. Sawa, could you show me your、reservation information and your passport, please? というふうに、はいはい、言いますので、差し出す時のフレーズですね。はい、あ、どうぞこちらですという。Sure, here you are. Very good, here you are. いいですね。here you go っていう言い方もありますよね。Here you are っていう言い方もあります。じゃあ、どっちがどうなんですかって言ったら、まあ、あの伝えてることは一緒なんですけど、うん、Here you go の方がちょっとカジュアルですね。Here you are の方がちょっと丁寧っていう形なので、まあ場面に応じて使い分けていただければいいかなと思います。ここで出すパスポートって一人代表者だけなんですか？どう？これだからチェックインするときに2人で、うん、これどうかな？代表者かな？結局予約情報との突合のためにいるっていうですよね。だから多分代表者でいいのかなと思うんですけど、もしなんか他の方のを見せてくださいっていうふうに言われたらお出しいただければいいかなっていう感じ。じゃあまあとりあえず、ねうんうん、予約のそうです、ねはい、カードと、ね、パスポートを見せていただくっていうふうにしましょう。というわけですね。でその後じゃあホテルに宿泊されるので。フォームみたいなものに、うん、記入してくださいという案内をしますので、はい、そしたら、まあ、書いていただいてという形にします、うん、Okay, thank you. Please fill out this registration form. Okay. ぐる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 書けるのかな。日本語でいいんじゃないの。ダメなんかな、うん、いいですよ、なんかこここうかなみたいなでも全然いいですね、うん、で、Okay, here you are とか here you are、うんそうすると、Thank you very much, Mr. Sawa. Your room number is 1503にしましょう。1503。このホテルの部屋の言い方は、1000とか100みたいなのは使わないです。1503。で、例えば、1523とかだったら、1523。2つずつ分けて言うか、あるいは1503みたいに1個ずつ分けて言うことが多い。3桁だったらどうですか？ 3 桁だったら203ですね。あまりこうなんか23とかって言うんで、そうするとなんかよくわかんない。23だったら23みたいになっちゃうので、そういう形なんですね。100は使わないです。100とか、1000とね。OK。という形で、Here is the key card.、うん yeah. まあ、キーでもいいし、まあ、ホテルによって違うんですけど、うん、カードも結構多いけどね、うんはい。なので、Here is the key card.、うん、で、その後に、ケースとしては、自分で行く場合もあるし、うん、荷物が多くて、ベルの方にね、うん、手伝っていただくっていう形もあるので、ね、今回は、うんまあ、海外旅行っていうこともあるので、で、ある程度、ちゃんとしたホテルっていうことを想定しているので、はい、ベルパーソンが連れて行きますっていう案内をします、はい、なのでその場合は The bell person will show you to your room、うん、というふうに言います、はい、でもしそのご自身でもう行けるわっていう時、うん、荷物別にそんな手伝ってもらわないで大丈夫っていう時には、うん、あ That's okay I'll go by myself で、okay then the elevatorsover there みたいにエレベーターの案内があるので、うん、それに、はい、応じていけばいいかなというふうになりますね。いいかな。ここまでちょっと、はい、はい、やってみましょうか。はい、はい、OK So Hi、Can I check in now? Certainly, Mr. Sawa Yes We've been expecting youThank you. Mr. Sawa, could you show me your reservation information and your passport, please? Sure. Here you are. Thank you. Then fill out this form, please. Okay.
1 Sawa. Good. Thank you, Mr. Sawa. Your room number is 1503. Here's the key card. Yes, thank you. The bell person will show you to your room. It's no thank you. I bring myself. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, have a great day. Yeah.OK、very good. Thank you very much. たった一回通しただけですけど、素晴らしかったと思いますね。Please speak slowly だよね。それは大事ですね。Please speak slowly とか、Could you say that again? Say that again? とか、場合によってはそんな風に言わなくても、Sorry? でも、まあ、場合によってはね。パードも失礼なんですよね。あのね、パーデンってね、結構おばあちゃんっていうか、結構なんか古い人の、そうそう、古い人のね、なんかね、感じなんですよ。おばあちゃんのパーデンっていう言葉自体が。多分、アメリカだとほとんどパーデンって。パーデン、私のアメリカ行った時の、お母さんはよく、お、パーデンミーとか、パーデンとかって言ってたんですけど、あんまり若い人たちは、パーデンって言ったら、はぁっていう、ちょっと、私たちの間ではパーデンはほとんど聞かないと思いますね。あるいは、excuse me? Sorry とか、excuse me とかっていうのはあります。だから逆に、excuse me ってちょっと人を呼び止めるときに、excuse me? って言うと、なんか、ちょっと、動きが荒く聞こえちゃうんです。だから、excuse me 下げます。人に尋ねるときは。だけど、ちょっと何か、もう一回言ってくださいとか、excuse me? とかって言うんだったらいいんですけど。なるほど。はい。その、上げ下げで。イントネーションで、そうなんですよ。印象が変わってしまうので、やっぱりちょっと注意が必要ですね。Let's review. 主要な表現をおさらいしてみましょう。チェックインお願いします。I'd like to check in, please.I'd like to check in, please. まだお部屋の準備ができておりません。The room isn't ready yet. 荷物を6時まで預かってください。Could you keep my baggage until 6? Could you keep my baggage until 6? すぐそこにおりますベル係にご用命ください。Please ask the bell person right over there. インターネットを部屋で使えますか? Can I use the internet in my room?Can I use the internet in my room? すべての客室とロビーで無料 Wi-Fi がお使いいただけます。We have free Wi-Fi in all guest rooms and the lobby area. 今ならチェックインできますか? Can I check in now? Can I check in now? お待ち申し上げておりました。We've been expecting you. ご予約情報とパスポートをお見せいただけますでしょうか? Could you show me your reservation information and your passport, please?こちらになります。Here you are. Here you are. 登録用紙にご記入ください。Please fill out this registration form. こちらがカードキーになります。Here's your key card. ベル係がお部屋までご案内いたします。The bell person will show you to your room. 大丈夫です。自分でできますよ。That's okay. I can take care of it myself. That's okay. I can take care of it myself.エレベーターはすぐそこです。The elevator is right over there. 皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか? Thank you so much, everyone. I appreciate it. 次回後半もお楽しみに。Thank you so much for watching. 今回の動画が少しでも皆さんのお力になれたのなら嬉しいです。Hope you'll have another wonderful week. So take care. See you next. Bye!